ベルの選手を次々と生み出しているセレッソ大阪。今シーズンもピッチで躍動する若き才能、山口ホテル、大三原貴弘、杉本健雄、そして現在リーグ得点王の柿谷陽一郎。彼らは全て育成出身、セレッソの生え抜きの選手です。みんなトップになることを夢見てやってた選手やし、小さい頃からセレッソに入って年も近いので吸収ながらできてると思うし、すごいいいことやと思いますけどね。ユースから行って上がってくるっていうのは。スタジアムの片隅からピッチを見つめる一人のスタッフ、宮本勲さん、育成組織の責任者です。我々トップチームの選手を、まあ、育成して供給する立場、企業でいうと研究開発部みたいな。セレッソが育成に力を入れるきっかけとなったのはライバルガンバ大阪の存在でした。2005年の J1 優勝をはじめ、輝かしい功績を残したガンバの中心には宮本選手など育成出身の選手が数多くいました。その頃のセレッソはタイトルはおろか J2 に降格するという低迷期、ガンバとのギャップに危機感を覚えていました。それは J2 に3年いた時のあの焦りったら要は上がれないんじゃないかと、ひょっとしたらお金がどんどん減っていく、それはクラブ全体の予算が小さくなるから、当然育成も小さくなるし、地域の選手たちも当然 J1 の方行っちゃう、J2 じゃん、当然そうなる、いい選手が来ない。 J2 降格という苦い経験からセレッソは育成型クラブへと生まれ変わりました。育成のための独立した非営利法人セレッソ大阪スポーツクラブを設立。Jリーグのクラブでは初めてユースを含む全ての育成組織の運営をトップチームから切り離しました。これによって株式会社であるトップチームの経営状況に関わらず、安定した選手育成ができる環境を作り上げました。トップチームが J2 に落ちたとして何年か上がれなかったとしても、社団法人は関係ないんですよ。いくら上が落ちてお金が少なくなって何年か上がれなかったも、いい選手を上げられるんですよ。ずっと安定してる、それが最大のポイントです。もちろん育成にはお金が必要です。花咲クラブは選手という花を咲かせるための特別なサポートクラブで、会費全額が育成費に充てられます。例えば海外遠征で30万円ほどかかっていた保護者の負担が5万円までに抑えられます。その費用を支えているのが花咲クラブなのです。で、まあ、僕らが1年の時に、まあ、海外遠征っていうのを、まあ、そのサポートしてもらったんで、将来栄える上で、まあ、すごく大事になってくると思って、まあ、すごくありがたいですね。Jリーグで他にはないオリジナルの大阪スタイル。育成型クラブとしてセレッソはさらに先を目指しています。やっぱり我々のこの育てた選手が世界で活躍できるような、そういう育成の仕組みにした、要は大阪生まれ大阪育ちの選手たちで構成されたセレッソ大阪というトップチームで、日本で優勝して世界